やりましたね。始まりましたね。どうも。あ、お久しぶりです。はい、ちょい久しぶりです。はい、すみません、ちょっと僕最近なんか3ヶ月ぐらい前にあの山に登ったら、そこから僕記憶がないんですよ。なんかさらに黒くなりましたね。黒くなったけど、だ記憶がないんですよ。僕何やってたのこの3ヶ月間と思いまして。髪の毛さっぱりしました。髪の毛はなんか気がついたらさっぱりしてたんですけど何なんですかねこれ。結構短く切りましたね。はい、短く切った。でも気づいて分かんないですよ。なんかもうそんなね、さっぱりして、はい、夏は終わっちゃったけど。夏は終わりましたけどとりあえず行っちゃいますか。じゃあはい、行きますか。はい、じゃあニコナイツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうすか最近は。最近、いや今日ちょっとあの、まあ、熱い話しても大丈夫ですか。あ、もうどんどん喋ってください。今日皆さん見ました。何を。いや見ましたってあれしかないでしょ。え、今日なんかそんなイベントあったんですか。今日の、 あの0時50分からの4年に一度の歴史的スポーツイベント見ました。あ、ラグビー、ラグビーワールドカップあ、ラグビーで、そんなもんなんですか。いやいや、ラグビーは別にね、はい、あんま好きじゃないんですよ。あ、野球とサッカーは好きなんで。野球とサッカーは好きですけど、ラグビーは別に。いや、今日はもう本当にそういう、あのそういう回になっちゃいますけども。ラグビー好きなんですか。てか僕やってたんですよ、こう見えてマジ18の時から。ラグビーっぽくないやん。まあそう言われますけど。これ、あ、ラグビーだ。ラグビー、ほら。そんなラグビー大好きやん。ラグビー大好きだったんですよ、本当に。なんでラグビーって何が面白いんだよ。いや、なんかさ、野球とサッカーは、はい、学校の時、体育とかで、部活とかでやるけど、ラグビーってやる機会がないし、言えば、ね、投げれない人と、はい、蹴れない人がラグビーに行くみたいな。いや、なんじゃないですか。今日だって、持ってさ、走ればいいだけやんな。はい、今日はじゃあ面白いことは言いませんよ、じゃあ。あ、いや、どんどん。いや、もうラグビーってのは、だって、あの、蹴る、投げる、ぶつかる、もう全部そういう、あの、ラグビー、あの、スポーツにおけるいろんな要素が詰まってるじゃないですか。走る、蹴る、ぶつかる。ラグビーと、はい。あの、アメリカンフットボールの違いは何なんですか？あの、ラグビーってのは基本的には、あの、ボールは後ろにしか投げれません。あ、そうなんですか？で、あと、こう、頑張ってる限り。いやいや、こうやって投げてる人いるよ。それはアメリカンフットボールですよ。あ、そうなんです。アメリカではこう前に投げて3回攻撃したら交換する。どちらかというと野球に近いですね。あの、ああ守りと攻めがこうきちんとこう交換でやるみたいな、はい、サッカーは11人だけど、はい、ラグビーは何対何。15人ですね。15人対15人、はい、で、まあ、流れがだからサッカーにどちらかというと近いと思います。その攻守が急に入れ替わったりしますんで、はい、で今日ラグ知ってます。だからあのワールドカップ勝ったんですよ、南アフリカに。あ、日本が。日本が。南アフリカは世界ランキング何位くらい。3位です。おお、強い。だもうだサッカーで例えますけど、完全に J3 のチームがレアル・マドリードに勝ったようなもんですよ。言うな。いや、言い過ぎでしょ。いや、ほんとそうです。 J3 が J1 に勝ったくらいでしょ。いや、ほんとにすごいんですよ。すごいね。だ俺こう見日本はランキング何位くらい。13位です。あ、13位。あ、まあまあ強いです。いや、ただあのラグビーって、まあ、ぶっちゃけメジャーじゃないじゃないですか。日本だから13位って言ってもそのラグビーをやってる国があの18ぐらいしかないんで、結構下の方が世界で。だからまたあのサッカーで例えて申し訳ない。サッカーで言ったら多分 FIFA ランキングで132位ぐらいのやつが世界で。じゃあアメリカは一番強いんですか。アメリカじゃないです。強いのは多分今ニュージーランド、南アフリカ、オーストラリア、イングランド、フランス、ウェールズ、フランス、イタリアとかです。これアメリカは。アメリカもでも強いですよ、多分12位とか。日本で5月ぐらい。いや、強くないやん。15人、15分。まあ、あと、南、あの、フィジーとかサモアとかトンガとか。なんでアメリカが一番強いと思うんですか。強いわけではないんですけど、昨日0時50分から見ました。いやいや、だから、まあ、テレビつけたらな、昼のでしょ。いや、あれは、あの、録画放送で、生だったら、現地時間だと、今日の0時50分なんですよ。だから今日も。別にね、昼間テレビちょっとつけたら、はい、あ、ラグビーやってるな、くらい。やってましたよね。はい、くらいの感じ。なんすか、ほんとさ。いや、あんま、ね、ラグビー、そんな好きなんですかって感じ。いや、好きですよ、だって。俺言っても、だから、花園目立った、こうやってたタイプですからね、言っても。何
ポジションで言うとどうなんですか。あのウイングって言いまして、あの一番攻撃的な、攻撃的な子だからこうやってパッと持ってこうやってこうやるタイプの。どうですよ、攻撃的っぽくないやん。いやいやいやだこうやってもらってとこうやってこうやってフェイントかわして、サッカーで言うと、サッカーで言うと三崎くん的なポジション。三崎くん、いや滝くんですね。滝くん どちらかというとその左サイドをこう駆け上がる。滝くんなんていたっけさ。いやいたでしょ、軟骨で。あ、いた。いやいたでしょ。いや滝くんっていたっけ。いますよ、軟骨のあのなんかこう。三崎くんはポジションどうか。三崎くんは多分あの攻撃、今で言うとこの多分トップ下だと思いますね。あの子は多分ミッドフィルダーって言われてると思います。詳しいです。詳しいですね。じゃないですか。サッカー好きなんですよ、ね。すらしか記憶ない。サッカー好きなんですよ。サッカー好きですけど、野球も好きなの。キャプテン翼別にそこまで見てないの。だやじゃあ野球で例えばだから、四国アイランドリーグのチームがあのニューヨークヤンキースに勝つようなもんですよ、だから。何スポーツ詳しいですね。スポーツ詳しいですよ。スポーツ新聞毎日読んでる。いや、みんな毎日は読んでないですけど。ちょっと待ってくださいよ。最近野球、あれソフトバンクが優勝したんで。あ、野球はそうですね。工藤監督。もうぶっちぎりで、大変だったと思いますよ、工藤さんも。いやだって工藤監督、工藤も西武時代から言えばさ、まあ、強かったですよ。でも監督になったけど、前秋山監督が日本一になったじゃないですか。言えば秋山も工藤も元西武だ。元西武なんでみんなソフトバンクになる。まあそれはちょっとあのいろいろ言うとあの大人の事情が絡むんで、あまりその爽やかな話じゃないですからね、そこは。野球で言うとどこが好きなんですか。野球で言うと僕は楽天です、やっぱり地元なんです。ああ、地元の、地元の。どうも、ラグビーの、あの、だから、さっき言ってたから、こうやって走る、あの、ぶつかる、蹴る、投げる、全部あるんですよ、その、うん、あの、要素が。いわゆるスポーツ。いや、言えばぶつかるだけでしょ。いやいや、そんなことないですよ。投げる、投げる、パス。投げる、蹴る。蹴る、キックもありますし。言えば、その、サッカーだって、ある意味。サッカー、もう、今、サッカー基本蹴ることで、まあ、あと、フィジカル。全部あるんですよ、ラグビーには。スローイン投げるみたいな。スローインも投げますけど、でもラグビーはパスでこう、あるじゃないですか。皆さんそういうの、でラグビーやる機会がないですよ、ね。どこで、あの冬の体育とかやりません？いやいや、全然やらない。やらないですか？ラグビー、そのグラウンドにね、そのラグビーのゴールがない。まあでもなくてもできるじゃないですか。あの人数足りなくても、要は野球だって三角ベースとかやるじゃないですか。ああ、懐かしい。それと一緒です。だから人数少ないのが少ないなりにやれるのはあって。三角ベースってあれ蹴るタイプ、ね、まあ蹴りますよ。でも野球でもまあ三角あるじゃない、1、3とか。もう本当に今日だけはね、本当にあのラグビーのラガーマン、情熱がね、ラグビー芸人として僕も本当にラグビー芸人なの。まあ一応多分一番トップで多分中川家さんがやっぱりまずラグビー部で、次さ、やっぱサンドイッチマンさんもお二人ともラグビー部です。あとクリームシチューの上田さんも多分ラグビー部、有田さんもそうだったと思う。次はもう僕ですよ。じゃあもう、まあ、実際いますけどね、もっと、ね、電気芸人がいるくらいだから、うん、ラグビー芸人でいると思いますよ。ってください。なんでそんな僕の熱を感じてくれないですか。ラグビーがまあそんな好きじゃん、別に。寝不足っすか。寝不足っていうかもう別にね、そんないいとして、ラグビーが別に、はい、興味ないんですよ、ね、ラグビー別にそんなみんな好きなんですかね。でももう勝てば変だし、あのじゃあ4年前でだってあの女子サッカーだって まあ、そこまでではなかったですけど、やっぱり優勝したからこそなでしこジャパンが優勝してすごい盛り上がったってあるじゃないですか。だから今回勝ってほしいんですよ。何を語ってんだよ。ワールドカップですよ。カオルさんが全く興味ないですね、ラグビーの話。今日ラグビーのワールドカップ見ましたの、歴史的勝利、南アフリカに。ラグビー興味ないですよね。ラグビー、はい、やるんですか。やりますよ、だからやってたんですよ。ラグビー顔じゃない、ラグビー T シャツ。いや顔関係ない方が見てますよ、これ。ラクロス顔じゃない。ラクロスってなんでこんなあの水木有さんがドラマでやってたら知らない。ラクロス顔じゃない。じゃじゃ馬鳴らさないですよ、俺だって。ラクロスの道具顔じゃない。ラクロス道具ってのが似合う。道具ってだからなんかあのムストリアミみたいなやつ。ラクロス顔ですよね。ラグビー芸人じゃなくて、もう新しくラクロス芸人。ラクロス芸人って多分いるとは思いますけど、でも今日本当すごいですよ。何それよりカオルさんのそのね M1 をね、ああ突破した方が全然ニュース。あ、そうなんですね。登場突破しました。ああ、それ何回戦ぐらい。5回戦ぐらい。5回ぐらい戦です、ね、1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝見に来たかったけど場所は分かんないから見に。いやいや、ホームページ見たらすぐ分かる。いやいや、そういう調べるのが、ね、調べるの突破しましたね。
完全にもう、あの相方さんの知名度を利用したみたいな。いやいやいや、カオルさんも知名度あるでも、あれですよ、その後、はい、取材受けたから、はい、明日の朝出るかもしれない。何に出るんですか？何の取材受けたの？地上波ですか？モーニングバード。モーニングバード。あ、なんで知ってるの？いや、有名じゃないですか。有名なの？モーニングバード出ちゃうんですか？いや、わかんないですね。撮られたっていうだけで、取材行けたっていうだけで。どっち、カオルさんとジンさんはどっちのが取材ですか？いやいや、それだってコンビで出てるんだから。ああ、同じくらい、うん。モーニングバード何分ネタ、何分くらいに出たの？1回戦は2分ですからね。2分ですよね。見たかった。コンビだったっていうか、M1 のために組んだだけの。なんか、ね、カオルさんが全部ネタ考えたんですか？考えたけど、あいつ修正してきた。意外と修正してくる。まあ、もう分かってる。8月結成ですか？8月結成。結成2ヶ月で行っちゃうんですか？それはもう1ヶ月でしょ。2人で売れちゃえば。M1 の舞台が初舞台ですか？M1 って決勝はいつあるんですか？年末でしょ。あんなのも年末でしょ。年末。一番のね、うん、冠。じゃあもう R1 とかぶっちゃうじゃないですか。R1 は年始。2月ぐらいですよね。あれ年末から予選始まります。どんなネタ？あ、ちょっと見たいですね。軽く。まあ、ただの喧嘩です。うん、あ、でも喧嘩はスタイルの違いですか？なんかスタイルただの喧嘩っていうね、新しい感じです。ただ言い合うっていう。でもそれでいいと思いますよ、僕。あのかやっぱりネタってやつはやっぱりあの感情が乗ってるとやっぱり言葉って伝わるんですよ、やっぱり。ドンマイと喧嘩はいつもしてるでしょ。うん、だからあんな感じ。喧嘩っていうか、カオルさんが一方的に言ってるだけ。あんな感じ。あれでいいんですよ、ね。だってどうせね、もう世界の小さい怒り事しかないから。いやでも今日だからこ見ました、だから。それ見ないよ。ラグビー。ラグビー。ルール分かんないのに見ないでしょ。だってガーンってぶつかったら勝ちですよ。いや、まだラクロス見てた方がいいよ。ラクロスの方が分かんないでしょ。ラクロスはなんかね、ラクロスをラクロスの網越しに見た方がまだいいよ。だからそれキーパーしかつけてないでしょ。いや、違う、ここ、これだよ。ああ、でもこれ、ここ、ラクロス、女の子がやるイメージある。だからジャジャ馬流しで水木有沙がやってたイメージしかないですよ、だから。知らん、そんなドラマ誰も見ない。いや、見てたでしょ、結構、ね、月9の黄金時代ですよ、言うても。ラグビーってなんか、すぐ流れ止まるじゃん。カオルさんは部活なんだったの？あ、そういえばそうだ。これスキー部。スキー部？スキー部。あ、何北海道だからスキー部。札幌だ。何舞台で滑らないようにしてるの？高校時代は滑らない。いや、でも、ね、夏だけスキー部だったから。夏でスキー部？夏だけスキー部。あ、もう雪なくてもやる。そうすることによって、大学の面接で、ここに通知簿に、通信簿。通信簿って。通信簿。内申書的なやつですね。そう、だからスキー部って書ける。推薦で。じゃあ推薦じゃないですか。いや、その、ただ、部活やってた方が有利みたいなのある。え、夏しかやってないって、ほんと、3年の夏だけやってたってことですよ、その感じ。そうです。だから、一番活動してないやつを選んだら夏のスキー部だった。1年と2年何やってた？帰宅部だった。いや、入るわけないでしょ、部活なんて。でも、強制的じゃないですか、高校。強制じゃないよ。入るわけないでしょ。ゲーセンに忙しいよ。なんで青春しないですか？青い終わったらすぐストツやりに行かなきゃいけないんだから。え、ちなみに何やりまくって優勝したんですか？そうだ、俺優勝したんです。ブランカですか、選んでたの？カオルさんはね、あれですよ。なんだダルシムです。これ、いや、バイソンです。バイソンで優勝したんです。あ、バイソンで優勝した。なんでターンパンチやってんですか、じゃあ。そうそうそう。あの、人気ないやつが好きだから。だってバイソンジャンプ力低いから、あの波動拳かわせないじゃないですか、ね。かわせなくはない。そんな誰も選ばないですよ。かわせなくはない。なくはないですか。うん、ガードすりゃいいやん。ガードする。ガードって削られちゃう。まあ、ガードしても削られるね。バイソンでね、優勝した時は会場が沸きましたよ。そりゃそうでしょ。みんな竜とかガイルだから。ツー。ストツー、スーパーストリートファイター。じゃガイルとか。スーパーストリートファイター。ツーって、ワンは対戦ゲームじゃねえから。そうなんですか。ストツーから。まあそうです、ね。うん、でスト、ザッシュがつくと、あの、バイソンとサガットと、ヒョーっていうやつとベンゴが選べる。ヒョーって誰？ヒョーって誰？バドログですよ、バイブログね。バイソンでね、優勝は本当ざわつきましたよ。ざわつくでしょ。うん、すごかった。それ何人くらい出たんですか？北海道大会？いや、でもその、札幌ででかいゲーセンっていうだけで。じゃあ、CM ちゃん。
さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、Here we go。毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。私はですね、何かあったんですか。まあやっぱね、女性なんですけど、こう例えば見ててスマホいじってて、はい、ははとかって笑うとするじゃないですか、はい、そうすると何って見てくるやつ、はい、いや何見てんだよって思うでしょ。は、人がこうや見てこれ面白いかって人がこうやって初めて、はい、見ていいわけですよ、はい、この時点で笑って何どうした、いやどうしたじゃねえよ、何見てんの。えこの女性とは何じゃ知り合いなんですか。いやもちろん知り合いでしょ、うん、いやこうやって見てたとして、うん、はーって笑うじゃないですか。え何何、いや腹立たないですかこれ。何何じゃねえよ、ね、これ正直エロ動画見てたとしたらどうするつもりなんだよ。別に笑ったからって、うん、その笑った画面のリアルタイムかどうかは分かんないじゃないですか。別にそれもう見れる距離にいたってことですよ。見える距離にいて、この辺にいて、うん、ああ何何何何どうしたの、いやどうしたのじゃないよ、まあ、何見てんだよ。まあその怒りに関しては僕半分だけ同意できますね。何何って言ってるやつがあのまあ僕の好みの子じゃなかったらさ、ぶち切れますよ。何人のプライバシーの子なんだとか、普通にこう見てたら、それ誰ってここら辺から言ってくる。いや、もう見るとかじゃ、いや、何見てたのってなる。まあ、それ分かりますよ。ただ、その子がすごい、あの僕が好きな子だったら全然それいかんないですよ。いや、だって堀北真希だったら僕はいかんないですよ、それ。いや、一回その、神経です。勝手にいきなり見るっていう、神経。でもその子きっとアンディさんのこと好きなんじゃない、好きだから気になるみたいな。いや好きな人気になるとかじゃなくて、そのさ視界に入ったから見ていいとかじゃないんですよ、うん、見んないまあ分かりますよその気持ちは確かに、うん、何が何じゃない、見んなよ。俺結構見るどちらかというと見る側にバランス崩してるんでちょっと何とも言えないですけど、まあ気持ちは分かります。こう見せると、いやこう見せるとしてもすげえ近づいて、こんぐらいさ、あんたモテてんじゃないですか。いや違う、なんかその好きなんですか、こうやってんだから見えるじゃん、はい、別にいいじゃないですかって。いやいや嫌ですよ。いやいやでもそのイラッとかわいい子だったらいいじゃないですか。いやイラッとします。いや勝手に見るという神経、ああああ、そういうことじゃあかわいくてもダメ。いきなりだってこうやってやってて、その人誰とか、その画像受けんねっていきなり言われたら腹立って、いつから見てたんだよってなる。まあ、それはそう。なんだよ、お前。何ちょいちょい見てたんだよ。携帯変えました、カルさん。いや、落としたからね。ああ、また壊す。砂場に落としたやつ、うん、どうでも、ね、嫌ですよね。いきなり怒られたら。それは分かりますよ、はい。いつから見てたの、そういう怒りだったんですね。腹立たしい。チュンリーが手首に巻いてるやつ、もっと尖ってる。もっと尖ってる。あるんですか、怒りごと。怒りごとありますよ。まあ怒りとか、なんでこうやって疑問って言ってもいいですか。これちょっとまあこういうこの
歌舞伎町の言う、まあ、ニコ生、このナイトチューブですけど、言うのは、あの、歌舞伎町の放送に対して、これ、なんでって疑問なんですよ。早く言って。言っていいんですか？歌舞伎町の放送、まあ、歌舞伎町のに対して、ちょっとこれはちょっと、なんつうか言っちゃいけないことなのかもしれないですけど、あの、放送するじゃないですか、なんか、あの、歌舞伎町歩いて皆様へ、みたいな、あの、客引きは、よくある。客引きは、あの、言葉巧みにあなたを騙して、お店に連れ込んでて、ぼったくりますから、行かないでくださいって言うじゃないですか。で、その後に、あの、英語と韓国語で言うじゃないですか。早く、歌舞伎なんとか勝ちゃって言うじゃないですか。あの、最近は。早く早く。なんで。でも、よく考えてみたら、あの、日本語を知らない人は多分、ぼったくりの人も声かけないから、それ言う必要ないんじゃねってことですごい疑問に思ってます。いやいや、だって、中国人専門の案内いるじゃないですか。いるんですか。いますよ。え、で、それもぼったくりもいるんですか。いや、いるでしょ。日本人専門じゃないですか、ぼったくりっていう。いや、いると思います。あの文化は。中国人のね、キャッチ、だって、あ、そうなんですか、今。そこまで進んでるんですか、歌舞伎町は今。いや、だって観光が増えたから、そりゃそうですよ。だから、ここに、数年前、ね、その向こうの人が増えたから、それ専用のキャッチがいるんです。で、ぼったくり。で、そいつはそいつで日本人に声かけないし。あ、住みは。じゃあ、ちょっと僕の、これはちょっと、あの、勉強不足でした。ちょっとね。外人に間違え、いや、そういうのじゃないですよ。間違えられたからとかじゃなくて、いや、疑問だった。だって日本語知らねえやつにぼったくり声かけねえじゃんって思ったんですよ、ずっと。そういう東南アジア系専門の人もいるかもしれない。ああ、そうなんですね。いや、あるある。だって風俗だってね、うちは外国人入れますからっていう、外国人をカモにしたぼったくりもあるわけですよ。タケノコハギとか。タケノコハギ、タケノコハギですよ。そんなぼったくりのお店あんまね、かかったことないっす。あ、そう。だからね、ローカルヒーローやろうかなと思ってます。え、何ローカル？ローカルヒーローってよくあるじゃない。ああ、その沖縄だったらなんか、まあ、ゆるキャラ、あの、ナハレンジャーとかいうやつ、ね。ゆるキャラのヒーロー版、ご当地ヒーローみたいな。ありますね。そう、それでよ、なんか名前どうしようかな。だってもう色がつけれないじゃないですか。だって やるとしても。色がつけれない。だって赤がリーダーで青が。いや、違う。あれは一人ですから。まあレンジャーのとこもありますよ。ああ、でも大体ご当地ヒーローは一人、その仮面ライダー的な感じだから。歌舞伎戦隊、歌舞伎戦隊だから戦隊じゃないだよ、一人だ。うん、もうでも歌舞伎町のキャラクタースターでも歌舞伎刑事ランディとかじゃない、宇宙刑事ギャバンっていうじゃないですか。歌舞伎ランディは使わないです。なんで？だって変身するんだから。変身してその歌舞キングとかさ、歌舞キング、歌舞キックスとかそういう。歌舞キックスか。感じの、シックスでいいやん、うん、特撮ヒーローになるわけです。じゃあ歌舞伎その変身姿なんでランディですって言わなきゃ。歌舞伎刑事王様とかそういう感じですか。いや、だからその本名でやってるやつでいねえよ。つか本名でもないでしょ、多分。いや、本名っていうかその設定上ね。設定上ね、なんでヒーローがこんにちはたけしですって言うんだよ。いや、でもね、誰が怖がるんだよ、そんな。5人会作ってください。だから一人だっつってなんで戦隊にしないですか。戦隊の方が面白そうじゃない。戦隊の方がだって、あの、仕事とかっていいじゃないですか。ランディさん多忙だから。そういうの嫌だから、そもそもピンなんですよ。あ、マネジメントがめんどくさい。ちょっとね、その、打ち合わせるのが、一人でできることがやりたい。だって一人いなかったら、じゃあせめて、あの、二人でやりましょう。じゃあ、あの、ウルトラマン、タドウかエースってあれ二人で変身しますよ。何を便乗しようとしてるの。いやいやいや。何が急に二人でやりましょうよ。やりますよ。あと仮面ライダーでもあったじゃないですか、2人で変身する仮面ライダー。いや、大体でも本当にローカルヒーローって調べたら大体1人です。なんか沖縄だったらなんかシーサーなんとかとか、うん、茨城じゃん。北海道のいるんですか。北海道もどこにでもいる、ご当地ヒーロー。札幌、鈴木のじゃとか、そういうやつ。まあそんな感じ。本当に、うん、なんか洗う洗濯戦士洗うんじゃとかそんなに いや、いるんです。沖縄のやつ有名ですよね。名前忘れたけども、だいたい一人。いや、それをやろうかなと。歌舞伎町、歌舞伎町つったらカオスさんしかいない。歌舞伎町、しかもみんなやりたがらないと思うんですよ、そのご当地ヒーロー。あんなガチで絡まれたら嫌じゃん。それみんな嫌でしょ、ね、沖縄でやってて僕は守ります、沖縄を守りますっつってわーってなるのはいいよ。歌舞伎町でそれやったら絡まれる。何守ってんじゃん、うん、いや、どっかね、なんか揉めてるとこに、あ、歌舞伎ング、あそこ揉めてるから行ってよって超嫌じゃん、それ。だから絶対やりたがらない。やりたくないんすか。うん、歌舞伎町のは歌舞伎レンジャーズカオルスさんしかいない。
でも今思ったらそれで言ったらもうちょっとかぶじゃなくてホストレンジャーとかそういう感じじゃないですか。何それ、ホストレンジャー、ね、そういう時代じゃないか、うん、ホストレンジャー売りかけキングとかそういう、いや最低野郎ですね売りかけキングだからそのご当地歌舞伎町のローカルヒーローでそのぼったくりを撲滅させますみたいな、そのちょっと街に協力してる感があるじゃん。ちょっとそれ結構、うん、結構デンジャーじゃないですか。じゃあもうそれ M1 で元ホストでね、ちょっと名前売れたらいけますね。でもまた別、うん、いやでも別物ですよね。それいやもう全然別物で、それはそれで別株。名前何がいいかな。歌舞伎ね、歌舞伎刑事、ギャバンじゃないですけど、歌舞伎刑事。いやだから歌舞伎でか、そこでもう歌舞伎使っちゃダメなんだよ。歌舞キングとかそういう歌舞キンジャーとかそういう そこに歌舞伎を使わなきゃいけない。なんで歌舞伎刑事、ただの歌舞伎町の刑事だよ歌舞キックスでいいや、歌舞キックス結構確かに歌舞キックス悪くないと思うんですけど。マジっすか、歌舞キックスでいいと思う。歌舞キックスちょっと歌舞キングはどうかな。歌舞キングっているじゃん。なんか俺漫画ってそんな人いるのかなと思うんですけど、確かあの頑張れ五右衛門が乗ってたロボットがカブキングだったよ。え、あのなんかあれ違うか、目が妙に黄色いやつですか。かもしれない。あれ違ったかな、なんだろうな、うん、売りかけ戦隊カブキングって、ね、調べたら出てきたんだ。あ、出たね。すでにそういう、まあ、いたというかちょっと人がやってたっていう。カブキロックスっていうバンド、あ、カブキロックスの今のボーカルの人が主演でカブキングっていうのをなんか一回だけそういうの作ったみたいな、うん、カブキングはありきたりなんでカブキックスの相手なんですよ、ね、まあ、ちょっとひねるとあれ、あの新宿ザメってあるじゃないですか、ドラマとか小説、うん、新宿虫とかいいんじゃない。汚ねえな誰がゴキブリだよ。新宿の虫、俺は新宿の虫と言われた男みたいな。ゴキブリじゃん、ただのそれ。茶羽根ゴキブリだろ、それ。茶羽根じゃないですよ。じゃあその役やっていいですよ。茶羽根ゴキブリ役やっていい。茶羽根ゴキブリ役はおかしい。茶羽根でいいです。茶羽根ってめっちゃ隙間入ってきますよ、それ。いい、強いじゃん、茶羽根。茶羽根茶番ねやればいいじゃん。いや、やればって。じゃあちょっと。その役をあげます。じゃあ段取りちゃんと取ってください。すぐ踏み潰される役やります、うん。でも何度でも何度でも立ち上がるって。うん、あ、ドンマイさんにやってるやん。茶番ね。茶番ねってやってみてください。茶番ね、うん、いや、でかい羽。いや、変身するときもっと羽だから、こう、こう。茶番ねプシッ、プシッ。気持ち悪い。いや、変身するか。決してかっこよくはない。かっこよくはなくてもいい。でもね、もしかしたらね、マスドエさんに、いや、ほんと歌舞伎町をほんと綺麗にしてくれよ、つって、ゴキブリなのにね、頑張ったよね、とかなるかもしれないですよね。オリンピックの時にもしかしたらなんかあるかもしれないじゃないですか。もうあと10分。早っ、うん。じゃあ、ちょっとね、歌舞伎ックスの案を、ね、ネットこんないとね。歌舞伎ックスがいいですね。歌舞伎ックスがいいんだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。